津本浩司です。今日はまた10個質問にお答えしたいと思います。その前に私公式 LINE というのを始めまして、日曜日に有意義な配信ができるように頑張りますので、ぜひちゃんお友達になってください。そして今後はお友達になってくださった方に何かこうプレゼントができるような企画もいっぱい考えておりますので、ぜひお友達になってください。で、一つ目いきます。メトロノームに合わせて弾く際、クリックにギターがジャストで鳴ってクリックが消えるように練習するのはリズムトレーニング的には有効ですか？ああ、そういうことか。ただ、カチッカチッカチッカチで鳴ってるのに合わせてこう、合わせて弾いたら、そのピッキングのアタックで、メトロノームが聞こえなくなるって意味ですよね。あ、まあいいんじゃないでしょうか。リズムのトレーニングとしていいと思います。はい、2番目。自分は60代で脱初心者なのですが、簡単な項目から練習するのが一番効率的なのでしょうか。もちろん難しい項目から練習するのは良くないんですけども、簡単な項目だけで終わってしまわないようにした方がいいと思います。おそらく何か目標があって楽器練習してらっしゃると思うので、自分がやりたいことっていうのをが例えばまあコピーだったらもう基礎練習をすっ飛ばしてコピーだけやっちゃうとか全然構わないと思います。そして足りない部分で基礎的なものをこう探していくっていう手順で練習した方がちょっと早いんじゃないでしょうか。で、脱初心者とか自分で結構レベル名前つけない方がいいと思います。私から見たら大体この初心者、中級者、上級者のこの辺にいるなっていうのは分かるんですけど、ご自身では多分今どこにいるか分からないと思うんで、もうずっと中級者ぐらいって思ってて大丈夫だと思います。別に上級者と思っててもいいかもしれません。で、ご自身で自分は60代でって書いてらっしゃいますけど、これギターゴールデンエイジがないわけですので、別に 70歳からでも普通に始められる楽器だとお考えください。はい、3番目、ビットコインとイーサリアムの違いは何ですか？まず、ビットコインとイーサリアムの違いを説明しますけど、その前に普通のフィアットエコノミーのその通貨とのことをちょっと知ってくださいね。日本円の円とかドルとかあるわけじゃないですか。で、これそれを、決済システムあるじゃないですか。ビザカードだとかクレジットカードとか、銀行振込だとかペイペイだとか、そういうのの決済システムを使ってお金のやり取りするわけですよね。通貨と決済システム2つがあって、私たちその普段経済活動をしてるわけじゃないですか。でもデジタル通貨のそのビットコインっていうのは、ビットコインっていう通貨とデジタル通貨とビットコインっていう、その決済システムが一緒になってるんですよ。一つになったと。で、よかったねって話なんですね。まずここがそのフィアットエコノミーと違いで、イーサリアムも同じように、イーサーっていうデジタル通貨とイーサリアムっていうその決済システムがあるので、同じような感じのことができるんですよ。で、共通点としてはまずそのピアツーピアっていうこと、そしてからプルーフオブワークですよね。実際にプルーフオブステークにこっちはなりましたけど、そのどっちもそのビランチン障害耐性コンセンサスアルゴリズムってやつなんですよ。で、ハッシュを使うということだとか、なんでしょう、デジタル署名っていうんですけど、そういうのを使うっていう、その辺は共通点はあるんですけども、ビットコインがその限定的なその通貨だけをやり取りするこのシステムなのに対して、イーサリアムはもっと他のことをいっぱいできるんですよ。イーサリアムのことをワールドコンピューターっていうんですね。もう世界の一つのコンピューターみたいな感じで考えるんですよ。で、そのコンピューターの利用代みたいなのを、手間賃みたいなのを払うために、そのイーサっていう通貨が存在するぐらいのその立ち位置なんですよ。そのだからビットコインとはその全然大きさが違うっていうふうに感じて考えたらいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、で、こういうその 通貨のことをユーティリティ通貨っていう、ユーティリティカレンシーっていうんですけど、はい、そういった位置づけだと思ってください。難しいですよね。簡単に考えると、ビットコインがペットボトルの水だと思ったら、イーサリアムが水道ですね。ちょっと例え良くないですね。ビットコインが、ペットボトルの水だとしたら、イーサリアムが自動販売機、じゃ小さいかな、自動販売機会社、自動販売機を製造販売配置管理する全国ネットワークシステムみたいな感じだと思ってください。そのぐらいの差があります。雑な説明ですみません、毎回こういうの。はい、4番、アドリブでスケールを弾く場合は、キーに対する度数を考えて弾くべきですか？コードごとの度数を考えて弾くべきですか？あ、そういうことか。例えば、おっしゃってることは、キーが C の時に、G7 があったと。で、その時に単音で F を弾くという時に、
キーの4番目の音って考えるのか、それとも G7 の7番目って考えるのかって意味ですよね。これどっちも考えてください。ただこうやって今私が言ったみたいに考えようとしたら分かるだけで大丈夫です。いちいち頭の中で今これの何度何度とかいう風な感じで数字で分かる必要は、分かってるかな、分かってますね。分かった方がいいんじゃないでしょうか、両方、はい。コードフォームについて1本の指で同フレットの2本の弦や3本の弦を押さえる時のコツなどありますでしょうか。 F が苦手です。ああ、なるほど。初心者の方の質問ですよね。これ F とかでこう、ここで、私これ苦手なんですけど例えば F マイナーとか特にそうですよね。1、2、3弦を全部人差し指の腹の部分で押さえなきゃいけないから、でこれでこう音がビャンビャンビャンって鳴らなかったりするんですよね。これも初心者の方に限らず私も起こる問題なんで、でちょっとね、概要欄にリンク貼りますけど、トータルギターメソッドでやってらっしゃるお姉さんが解説している動画が参考になりますので貼っときますね。こう指の側面をこう使って押さえると割と女性の指でも弾きやすいので、はい、トライしてみてください。6番、ハーモニックスを使ったチューニングですか。ハーモニックスは純正率が鳴るから平均率でフレットが打ってあるギターではうまく合わないと聞いたのですが正しいのでしょうか。ああそういう意味か。純正率というかそのピタゴラス率とかいうのがあって、シントニックコンマっていうのが生まれるんですよ。そのシントニックコンマって何かちょっとこう平均率じゃないその計算方法でチューニング合わせていくと、実際には小全音大全音っていうのが生まれて、で なんていうのかな、まあ、実際数値でいうと 21.51 セントなんですけど、その差が生まれるんですね。それがチューニング狂って聞こえるっていうことなので、お答えするとしたら、まあ、確かに違いは生まれますってことなんですけども、ハーモニクスでこう一音一音全部合わせていくわけじゃないじゃないですか。多分なんか12フルとかボーンと合わせるぐらいでしょ。これオクターブのチューニングぐらいは合ってると思うんで大丈夫だと思いますけどね、たとえずれてたとしてもギター自体ものすごい雑な楽器なんですよ。そんなフレットの太さとか高さとかでだいぶ変わってきますし、ピッチもしかも抑えるその強さでもこうだいぶピッチって動くじゃないですか。だからそのチューニングが そこまで繊細にできるような楽器じゃないんですし、このチューナーあるじゃないですか。チューナーも精度をめちゃくちゃ落としてやるんですよ。落とさないとこんなピッチが揺れ動いてるその開放弦の音とかその針が動きすぎてなかなか合わないんで、結構わざと精度悪く作ってあるのでそこまで気にすることないと思います。タッピングは、7番、タッピングはトントン叩く要領で合ってますでしょうか。これ俺何言ったかな、押さえてください。こうパン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 ってこうやるような人多いんですけど、そうじゃなくてグッと押さえる。でそれをやることによってタッピングしてる時の音波をちゃんとコントロールするっていう、あれですね、下にこれもリンク貼っておきますけど、私が趣味で最近やってないんですけど、インスタを始めまして、インスタで解説してる動画があります。ちょっとインスタアメリカ用にやってるんで英語になりますけど、はい。8番、ショパンは練習曲だと聞いたのですが、コンサートでそのまま弾くのはなぜですか。弾いて、でもそういうこと、練習曲は練習のための曲で、コンサートでやるための曲ではないっていう考え方でいらっしゃるんですよね。ショパンは生まれたのは1810年で、お亡くなりになったのが39歳だから1849年ですよね。でその時代のそのピアノテクニックっていうのはものすごくこうその超絶技巧がどんどんこうその後のリストに向かってこうすごい発展していった時で、練習曲とはいえもうコンサートでやるに匹敵するような曲になってたんですよ。だから演奏会用練習曲っていうのが書かれたんですね。それが10番とか25番とか全部それですよね。でなのでもう演奏会でやっても大丈夫なんだけど練習曲にもなってるっていうふうな感じで考えたらいいんじゃないでしょうか。でショパンの曲だけじゃなくて、同じ時代のそのシューマンであるとかその後のリストであるとか、ロシアのその技巧派の形ですね、例えば、
ラフマニノフであるとか、その打楽器のように弾いたプロコフィエフであるとか、そのもうロシアのショパンと呼ばれたスクリアビンであるとかも、演奏会を練習曲書いています。はい、だからショパンだけではありませんね。だからそういう時代だったんだと思ったらいかがでしょうか。9番、ヘビーメタルの種類がありすぎるのですが、トップ5のお好みバンドはどれですか。私の好みでいいんでしょうか。まあ、世代的に私もまあメタリカ、メガデス、アンスラックス、スレイヤー、パンテラ、デス、デス、はい。10番、おすすめのチューナーはありますか。これでいいんじゃないですかね。このこれ、こういうのがあるんですけど、あ、見えないかな。はい、これこれね、ただあの概要欄にリンク貼っておきますけど、ネジで穴開けなきゃ、あ、穴開けないんだ、ここ止めるんですね、ここに。これおすすめですね。はい、でまあこうネジいっぺん外して、あ、このペグのネジ外してつけるんで、あの邪魔にもならないですけど、はい、おすすめです。はい、以上10個質問にお答えしました。じゃあトータルギターメソの会員様はこれ、2019年にいただいた質問なんですけど、またどんどんお答えしていきますんで、質問スレッドに書いてください。あのトータルギターメソのまだお持ちじゃない方は、ぜひ概要欄からお求めください。よろしくお願いします。